ヤンボル州は、ブルガリア南東部、トルコ国境に位置する州。ヤンボル州の基礎自治体ヤンボル州には、以下の基礎自治体が存在する。ヤンボル州の標語は、遠い過去からやってきて、そして未来へである。この地には、紀元前6000年の頃の遺物が発見される。ローマ帝国の支配下では、ローマ皇帝、ディオクレティアヌスの時代に建てられた。 ディオスポリスと呼ばれる城が建設された。綺麗に保存されている遺跡としては、15世紀に建てられたバザールであるベジステンおよびエスキージャミアというモスクなどがある。両者は補修され、現在でも使用されている。この他にも、有史以前に建てられた古墳が、トゥンジャシドラマ村に、中世の城と修道院がボリアロボシボデン村にそれぞれ残っている。 ヤンボル州にはかつてカビレと呼ばれる古代集落がある。現在、この場所は、考古学及び自然保護区となっており、トラキア人の残した重要な遺跡である。考古学研究により、カビレは、紀元前1000年期当時のトラキア人の政治的、経済的、宗教的中心地であったと推定されている。1980年代以降、古代都市の調査によって、石碑、硬貨、陶器、 建造物などの多くの遺物が見つかっている。これらの遺物に関する資料は古代史の研究の重要な資料となっている。トゥンジャ川は州内を縦断し、隣接するトルコのエディルネへと流れている。川によってできた谷状の地形が南北を貫き、その周りは標高100メートルから150メートルの丘陵地となっている。州北部のトゥンジャ渓谷は、 内陸性の気候である一方、南部は典型的な地中海性気候である。年間平均気温は摂氏12度から12.5度である。ボリアロボシステファン・カラジョボ村にはミネラル線がある。農地面積は全体の76.9%を占め、森林には主にニレ、ヤナギ、ポプラ、オークなどが生息する。サイトシーング。 k-a-b-i-l-e-a-r-c-h-a-e-o-l-o-g-y-r-e-s-e-r-v-p-i-c-t-u-r-e-s-o-f-b-u-l-g-a-r-i-a.com ありがとうございます。